シェーン・パーキンスは、オーストラリア、メルボルン出身の自転車競技選手。2009年4月より、競輪選手短期免許を取得。日本の競輪には、短期登録選手制度で2017年度、2019年度、出場。父、ダリル・パーキンスも元トラックレースの選手であり、1964年、東京オリンピックに出場したほか、1966年の、 コモンウェルスゲームズスプリントで3位入賞の実績がある。夫人はライアン・ベイリーの妹で元自転車競技選手のクリスティン・ベイリー。2004年2006年ここまでの戦績を見る限り将来のオーストラリア短距離界のホープとして大いに期待されていた。ところが自らの事件でレースキャリアに傷をつけてしまう。 2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年に、2013年、2016年、サイクリングニュース2007年6月8日付記事、名古屋競輪場バンクレコード更新及び400メートルバンクにおける、記録更新について -keirin.jp、配信日、2013年9月9日、日田雄大が、 自転車新チーム発表を言うからと東京五輪目指す西日本新聞。ありがとうございます。